いけ、ドン、いけ、どや、起きた、あかんわ、卵か、ランノあるんか、あ、ケントボンか、ケントボンいらんねんな、これ。え、ちょっと待って、これ、うわ、ネームレスやん。うわ、最悪、何してんねん、もう。はい、どうも、こんにちは、ゆーちゃんパパでございます。KOF98、UMOL、本日も楽しくやっていきましょう。おはようございます。いやー、ちょっと朝起きたらね、限定武器ガチャが来ててね、おお、うわ来てるやん急にと思って、もう急いでちょっと回したらね、もう寝ぼけててね、ちょっともう UR のネームレスの方回してしまいましてね、もう最悪ですわ、もうネームレスって言って嘘だ、ピヤーン、ぽよぽよーんって、やかましいわお前はって言ってね、もう毎回そのネタもうええっちゅうねんみたいな。いやちょっとね、武器ガチャ回すときいつもこれやりたいんですよ、これすいません、ちょっと申し訳ございません、多分次もやるかもしれません。ね、大変失礼いたしましたっていう感じなんですけども、本日ね8月の5日木曜日なんですけれども、8月のね5日といえばですね、女優の柴崎コウさんのね誕生日ということでございましてですね、今年でね40歳になられるということなんですけどね、もう40歳かって感じですけどね、昔ねあのキムタクと出てたねグッドラックっていうドラマがね結構好きでね、なんか整備士のね役やってるね、ボーイッシュなね役やってて、あの時ね結構好きやったんでね、まあ、私ちょっとショートカットとかねボーイッシュ系が好きなんで、だからお前の趣味は聞いてへん言ってたね。柴崎こうね女優さんなんですけどね、まあ歌もねあの上手でね、ね歌出したりしてますよね、会いたいと思う、うるさいなお前はってどこまで歌うねん、会いたいだけで終わっとけよお前、すいませんっていう感じでね、ちょっと柴崎コウのね誕生日ということでございますけれども、ね今日ねちょっとね非常に驚いてますよね、限定武器ガチャが来てますね、まあ、アンヘルね武器ガチャ来てるという感じでございますけれどもですね、アンヘルの武器ガチャはね、まあ、来ても全然もちろんおかしなかったんですけど、まあ、私が何より一番驚いてるのがね、このエリザベート11バージョンのね復刻武器ガチャがもう来てるっていうのがありましてね、これはどうなんですかね、今日のメンテナンスでねエリザベートのね、まあ、指紋まで解放されるっていうことなんで、なんでその次の日ぐらいにね、まあ復刻武器ガチャ来てっていう感じがね、まあ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 オーソドックスな流れかなとか思ってたんですけれども、まさかのね啓蒙前にもう2個目を打ってくるっていうね。これ初の試みちゃうかなと思うんですけど、いやもうこれね2個取りされてる方が全くもって意味ないっていう。いやー運営さん、これはちょっとあかんかなとか思ったりはせんでもないんですけど、まあ確かにね2個目の武器は啓蒙実装してから発売になりますとかいうのは書いてないから、うん、まああかんってことはないかもしれないんですけど、ただそんな2個を取るメリットもナッシンナッシン、あなたのキスをとか言ってね、ミシンやん、なんでこんなんしたらもう2個取りするメリット全くないから、まあ天井って36階が天井で、でそっからね4階の空引きして41階目からねまた2個目の抽選が始まるっていう感じなんで、天井行った方もね4階ねそれ無駄引きせなあかんかったりするんですけど、まあこんな感じでもう啓蒙前にね武器来るんやったら、もう2個取りの意味ほんまに全く1ミリも意味ないんですよね。やっぱり2個取りされた方ってねまだ他の方がね開けてない状態でこう開けれるっていうのがね、ちょっとまあ2個取りした醍醐味ってことなんですけど、もうまさかのそれが全く意味なくなるっていうね感じでございますんでね、いやーこれはちょっと運営さん、ちょっとまたユーザーさんのね気持ちをちょっと萎えさせてしまうような感じかなとは思うんですけど、まあ、そういうねユーザーを減らすようなねちょっとこういう実装とかはちょっとね極力控えていただきたいんですけどね、まあ確かにねアンヘルのねオークションガチャがなかなかねこう回らへんかったんで、ね、売り上げ悪いのは分かるんすけどもその辺はちょっと考えながらちょっとね、実装していただきたいものではございますけれどもね、まあそんな感じではありますけれどもね、でまあゆうちゃんパパはねちょっとこのアンヘルとねエリザベートね両方取ったらモテるんで両方武器ガチャ分回しの刑をね自分に食らわすっていうのをねちょっと今日やっていこうかなとは思ってるんで、まあ2個取りではあるんですけれども、まあ1個ずつっていう感じなんで、まあこれは抽選が違うんでなんで空引きがいるとかそういうのはないんですけど、 LR の武器同時に2個取るっていうのはねこのアプリやってからね初めての試みなんで、
ちょっとぜひともね神引きしたいなと思ってるんで、天井行くとね2万3000円ぐらいダイヤ失うんで、2つとも行くとね4万6000円4万7000円ぐらい、ダイヤを失ってしまうというね、10年前に最悪やみたいな感じになってしまうんで、もうぜひともそれはちょっと避けてね、両方とも神引き、まあそれちょっと贅沢なんで、両方ともちょっとまあ両引き、まあもしくは普通引きね、両方とも20回ぐらいでね、ちょっとこうなんとか出ていただきたいなとは思ってはいるんですけどね。でね、ここにね、累計消費ボーナスも来てるんでね、なんとかちょっとね、この3万ダイヤで2個取りたいなというふうには思ってるんですけれども、ちょっと本番お願いしますわ、ちょっと運営さん。まあちょっとね、アンヘルのオークションね、ちょっと普通引きやったんでね、なんかあっち普通やってんからちょっとこっちは天井クラスでみたいな感じの可能性もあるんですけど、それだけねご勘弁プリーズしていただいて、なんとかね、ちょっといい感じでの引きをね見したいなと思っておりますのでね。じゃあ早速ね、ちょっと回していきましょうか。2体分取らなあかんのでね、サクサク回していてね、ポンポーンとねちょっと武器2個取っていきましょうか。どっちからいこうかな。アンヘルにしよーっと。誰やお前はよ回せやお前はじゃあ行きましょうか。それではニューチャンパパ VS アンヘル40バージョン武器ガチャ神引き会場、レディーファイティング。コリコリするかにゃー、いけ。1回目、2回目、3回目、4回目、5回目。おあー万能ね。大地、お大地はいいよ、大地はいいよ。6回目、こい。7回目、あーおいいよ敵だね。8回目、あーかんかん。9、あくー。10個目、たーくそー。あ、神引き解除終わったな。さあ普通引き解除、11回目、11。おっ、あーもう万能、帰れよもう。ん、柔道、いらんね。12回目、13回目、くー。14回目、くー。15回目、こい。16回目、あかんか。17回目、こいこい。もういいやん、万能は。18回目、こい。あーくそー、テコンドーいっちゃいないよこんな。18回目、こい。頼む。くー。19、くー。20、くくあかん、全然あかん、マジであかん。普通引き解除も終わりました。あもうここは止まらないんだ。はい、21回目、それいけ。21、おい卵があるけど万能プーとか言うて。はい、22、いけいけ。22、はいはい。23回目、24回目、ほんまに。25、へいへい。26 27、へへいへい。28、へへいへいへい。29、へい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 。運搬のあるよ29。ドゥ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 。間違えた、さっきの30だったね。31回目、出た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 31回目、ヘイヘイヘイ言って間違えたら出たぞ。出たけどもやな。31回目の奇跡、アンヘル40バージョン。いや何が奇跡やマジかよ、めっちゃダイヤなくなったやんけ。31回目最初900ぐらい回してたからな。マジか。3万までにね、ちょっと次のベティも行きたいんやけど。そうでございますか。じゃあさっきねちょっと武器つけましょうか。はい、いきますよ。ネスツワーブーツ
覚醒。オーケーオレイ。よっしゃ来たで、これこれでね宿命が全部埋まったんで、なんでね、武器来るまではね後列に置いてましたけどね、アンヘルは前列運用がね強いんでね、うん、まあ毎回言ってたんですけどね、前列にします私はね。うん、これでちょっと置いといて、さあ続いてねベティの方行きましょうか。ベティの、さあベティの方ね頼むね、ほんまちょっと2万近くつこてんから、ちょっともうせめてちょっと早めに出てほしいよな。ベティ頼むよ、ベティ、うん、精神統一してね。それでは U チャンペペベーセスベティ武器ガチャ2個目、レディーファイティングシュート、1回目、オレイケイ、はい2回目、うーん、3回目、ちょっとこっちは早めに頼むわ、4回目、くー、5回目、うん、6回目、あかんあかんね、疾風はいいよ、7回目、早めに8回目、あかん、大地はいいねんけどな、9回目、あかんか、10回目、あーくそー、全然神引き会場ちゃうやん、もうなんでやねん、もう見てダイヤの数よこれもう最悪や、もうまたほんまごめん、許して、さあ普通引きでお願いします。さあ11回目、頼むね、ちょもうええねほんまに、12回目、うん、くすー、13、くー、14、あかん、15、あかん、もう15も出てくんないお前は、うん、魔力いいけど、16、17、あかんか、18、19、20、大丈夫、ほんまごめん、マジでちょっともうダイヤよ、20いったやん、もうはい、もうここが止まらへんね、もうほんま、ちょ、ほんま、なんやねん、これ。さあ、止まりません。21回目、21、はい、22、ああ、はい、23、もう感情でもう偉くない、ああ、23、はい、24、24や、24や、ああ、バンドあるわ、25、25かーい、はい、はい、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36回目、ほぼ天井、ほんまマジかよこれ、ほぼ天井やん、ほぼ天君やん、ほぼ天君、マジでもダイヤの数よこれ、もうマジで最悪やんけ、もうめっちゃ使わすやん、あ、これも振り切ってるわ、これも。4万3000ぐらい使ったんかな。そやね、31回目と35回目やて。もう最悪でございましたね。ダイヤがね、2万7000まで枯渇してしまいましたね。極力ね、この辺の貯金は使いたくないんですけどね、この辺ね。まあ、こっちの方にもね、ちょっと貯金あるんで。まあね、イグニスをね回して武器取る分ぐらいはねまああるんすけど、せっかくここでちょっと貯金しとったのに、そうっていう感じでございましたね。両方とも30オーバーのね、ほぼ点でいいやろ、もう両方ともほぼ点くんや、これダブルほぼ点くんの会場はこちらでございましたという感じでございます。はい、では今日はね限定武器ガチャね、アンヘルとエリザベートのねダブル武器ガチャをね回した結果、両方ともほぼ点くんをいただきました。はーいとか言うて
という感じでございますので、またね、アンゲルのね対戦動画だけでちょっとまた別で上げさせてもらおうかなと思うんですけどもね、こちらの方もまたねご覧いただければなと思います。はい、今回の動画はね以上でございます。ご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。バイバーイ。